僕がこの世にやってきた夜、おふくろはめちゃくちゃに嬉しがり、親父はうろたえて一夜に走り、それから酒屋を叩き起こした。その酒を飲み終わるや否や、親父は一生懸命ねじり鉢巻き死ぬほど働いて、その通りくたばった。くたばってからというもの、今度はおふくろが一生懸命ボケの歯ぎしり、ボケの歯ぎしり、頑張って僕はご覧の通り、日の絵馬のおふくろは、おふくろは今年60歳、親父を参らせた昔の美少女はすごく太って元気がいいが、実はせんだって僕にも娘ができた。女房はめちゃくちゃに嬉しがり、僕はうろたえて一夜に走り、それから酒屋を叩き起こしたのだ。